今日はですね、新刊本のご案内がありますので、これをちょっとご案内させていただきましょう。はい、ついに、私の新刊本が発売と相なりました。門田隆昌さんとの、対談本です。なぜ女系天皇で日本が滅ぶのかというタイトルですね。虎ノ門ニュースで百田尚樹さんの回で門田隆昌さんがゲストでお出になったのかな。それでこの本のことをですね、結構ねしっかりとPR してくださいました。ちょっとそうですね、この本はちょっと私がこれまであまり語ってこなかった衝撃的なことも結構書いてるんですよね。麻生内閣であと一歩のとこまで皇室典範改正の話を進めていったんですね。あ、これ同人誌じゃないですからね。あ、これ真面目なっていうか、別に令和書籍も真面目なんですけども、ちゃんとした出版社が出てますから、これ全国の書店でお求めいただけますからね。はい。なのでこれは同人誌ではありません。あっちの方は同人誌ですからね。不合格教科書は同人誌です。これは同人誌ではありませんのでね。はい。麻生内閣で、これはね、ようやく今だから言える話なんですけども、あと一本ところまで、もう直前まで進んだんですよね。それがとんでもないところから、官僚なんですけどもね、官僚のあるところからとんでもない横やりが入りまして、そしてある重要人物が、ちょっと失脚しちゃってですね、それで時間切れになっちゃったということがですね、ありまして、それがこの本に、もうほとんど暴露ですよね。全部実名で書いてますからね。その時に私が用意した皇室典範改正案、はい、のですね、内閣委員会で提出する予定だった。これ当時は内閣法制局とつながってたんですよ。で、私が用意した改正案が内閣案になったんですね。で、これを内閣委員会でどう出すかっていうところまで来てたんですよ。はい。で、私が出した幻となった要旨案ですね。はい。旧皇族を復帰させるのか、もしくは要旨するのかっていう2つの方法がありまして、私これ要旨案で法案を作ったんですね。で、これで、私が作ったのが内閣案になったんですね。はい。そして、ただね、途中で、これもさ、官僚からちゃちゃが入っただけじゃなくて、保守系の学者から、嫌がらせとかあったんですよ。そして、要するにね、もともと保守の学者たちは、旧皇族復帰案を推してましたから、分かった、じゃあ、復帰案も、書くから、ね、嫌がらせしないでってことになって、彼らの復帰案も書き足したバージョンを作って、これが最終的に内閣案になったんですよね。で、私はもう用紙だけでいいだろうと思って、用紙だけをですね、書いた法案を作った。で、この後、復帰案を混ぜたハイブリッド法案にしたんですけども、そっちの方は、そういう学者たちの、文言も取り入れてるので、私が一人で書いたものではないので、それは載せませんでした。これはハイブリッドになる前の、用紙案だけですね。それから、内閣委員会での、問答をするための基本資料も全部私が作ったんですよ、答弁用にね。これも全部生資料がここに掲載されてますので、もうこのまま今通してもいいぐらいですからね。はい。というわけで、はい、ちょっとこれまでに語られているのとはちょっと違うお話もですね、いろいろと入ってますから、ぜひこれはですね、お読みいただきたいなと思います。はい。友人親王殿下からね、電話がありまして、武田君さ、学者たちがさ、俺たちの意見も入れろって言ってんだよね、とか、なんとか一緒にやってくんねえか、みたいな。宮様から言われたらもうしょうがないです。あ、わかりました。じゃあ、まとめますから、って言ってね。お髭の殿下亡くなってしまいましたけどもね。もうこれでせっかくもう内閣案になってたのに、やっぱほら、自分たちが温めてきたね、復帰案というものが入ってないってことになると、自分たちの功績、これ一人じゃないです。結構多くの学者たちですよね。そうすると彼らがその武田案を潰せって言って議員会館歩き始めちゃったんですよ。なんで保守の学者たちに潰されなきゃいけないんだ。だって絶対これいいと思ってるからやってるわけですけども、保守の学者たちがそういう風になって、そこで、宮様がね、
武田君困ったとか言ってちょっと彼らの言ってることも書いてくんないかなみたいなねそしたら丸く収まるから、まあ、それでみんな納得して妨害が止まるんだったらいいやと思って、分かりました分かりました、じゃあもう復帰案も書きます書きますって言って、まあ、ハイブリッド法案にしたんですよ。私はその必要はないなと思いましたけど、まあまあそれでまあね、彼らがニコニコするんだったらまあそれでいいやと思ってですね、ハイブリッド法案にしたんですね。まあでもそれは彼らの文章も入っちゃってるので私が公表するわけにいかないので、元の案ですね、原案、これをですねこの本に全部収録しましたので、ぜひこれ読んでいただきたいなと思います。だからこれもう何年前だ、もう10年以上前ですよね。まあこれね、まあここに書いてある、まあ読んでいただきたいんですけども、鴻池さんがね、まあ政務担当の官房副長官だったんですよ当時で、この問題の、キーマンだったんですよ。女問題でスキャンダルで辞任しちゃった私もうぶっ倒れましたよ。あの時は鴻池さんが中心でやったんだから、もう本当真っ暗になりましたね。そうなんですよ、もうお亡くなりになってしまいましたけどもね。まあまあちょっとあの門田隆一郎さんと熱く語り合ったのがもうそのまんま本になってますからね。はい、なぜ女系天皇で日本が滅ぶのかというね、これビジネス社から出ておりますので、はい、ぜひお読みください。